愛が揺れていた。キャンドルみたいにいつの間にか溶けてなくなっていた。12月24日、会えないままでこのまま僕ら終わるのかな。もしも君が僕を思い出してくれてたら、あの場所にいるんじゃないかって待っていたよ。君がいる君に送りたい言葉。